年を重ねても豊かな人生を送れるようにさまざまな技術が開発されています。その一つが高齢者の転倒による骨折を防ぐ床です。この床は上を歩いても車椅子で通ってもへこみません。転倒して強い力が加わるとへこむようになっています。床下の特殊な構造物がへこんで衝撃を吸収してから元に戻るのです。開発者は下村博史さん。紙コップとか空き缶をこう潰そうとした時に相当してる分には潰れず硬いと思うんですけど、ドーンと力入れると一気にぐしゃっと潰れると思います。あれと同じことをやってます。ただ特別なのはそれがちゃんと元の形に戻って繰り返し何回も使えるというところですね。多くの医療・福祉施設で利用されています。転ばないっていうことには限界があると思います。だから転んでも大丈夫というふうな環境を作ることが今からは必要になってくると思っています。楽しい一日になる。高齢者の暮らす施設で人と会話ができるロボットが活躍しています。名前はパルロ。人工知能搭載の人型ロボットです。体操をリードするパルロ。搭載されたカメラやマイク、距離を測るセンサーで周囲の環境を分析して動きます。パルロは人の話し相手になってくれます。あなたとお友達になりたい。100人以上の顔と名前を覚えることができ、相手に寄り添って自然な会話を進めていきます。しっかり覚えました。これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。高齢者を癒すアザラシ型ロボットも開発されています。名前はパロ。体を撫でると気持ちよさそうにします。パロちゃんですか。ペットのように名前を呼ぶと反応します。聴覚や触覚だけでなく温度や姿勢を感じるセンサーが入っていて、生きた動物のように人と触れ合います。パロの生みの親、柴田孝則さんです。パロの目的っていうのはそのペット動物のように、人と一緒に暮らす中で、人に楽しみや安らぎを提供するということが大きな役割になります。高齢者向けの施設で利用されているパロは性能向上のためにさまざまな改良が加えられてきました。ペースメーカーをつけた人にも安全な電磁シールドがつけられました。パロの毛皮には銀イオン加工が施され、ウイルスの殺菌に対応しています。海外ではパロは医療現場での効果が認められ、30カ国以上で医療機器として使われています。高齢者の暮らしに役立つさまざまな日本の技術、世界でも注目が集まっています。